こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はこちらのキャンメイクのボルドーの色を使って秋におすすめの晴れぼったく見えないボルドーメイクの動画を作りました。晴れぼったく見えたりとかしてボルドーを使いたいけど苦手な方にすごくおすすめなのでよかったら見てください。それでは動画スタート。クリームアイシャドウをアイホール全体に塗っていきます。こちらもアイホール全体に塗っていきます。同じ色を使って筆を細くしたもので目頭から目尻3分の2の部分に塗っていきます。次にボルドーとブラウンを混ぜた色をアイラインを引くような感じでつけていきます。太い筆に持ち替えてアイホールの真ん中から色をぼかしていきます。ペンシルアイライナーで目尻3ミリはみ出すように下向きに向かって引いていきます。下まつげにマスカラをしっかり塗っていきます。今日のメイクのポイントはボルドーの色をつける際にアイラインのように細く引くことと下まぶたにボルドーを入れる時もまつげの際ギリギリに入れることです。それとしっかりぼかしてラメを使ってツヤを出すことです。目元が強調されているのでリップはブラウン系の抑えめな色にするのがおすすめです。